俺たちの物語だ。わかりました。いってらっしゃい。イカルガ、やはり私の相手はあなたでしたか。うん。どうして大老財閥のご令嬢が忍びに、お面を外さないとお話ができないようですね。ならば力ずくで外すのみ。いざ尋常に勝負です。イカルガ、舞い忍びます。任務開始。やりましたわ。進め。やりましたわ。進め。いくらでもいらしてください。ブラクモ、チンコ、ユメ、いざ尋常に舞い散れ。まだだ。技あり。忍び転身。ジェット貴様がまだだ。まだだ。できる。まだだ。まだだ。貴様が相手。技あり。秘伝忍法。コトロ。噛み殺せ。まだだ。
行きます。己。足が。させ。まだだ。秘伝忍法。コタロまだだ。決着。任務完了です。強い。私では面を外すのがやっとです。でもこれでやっとお話ができますね。我なんかとお話ししたら口が腐っちゃいますから、そのまま立ち去ってもらえませんか。こっちも見ないでください。村雲さん、大老財閥のご令嬢のあなたがなぜ忍びに。そんなこと言ったって、イカルガさんだって法王財閥のご令嬢なのに忍びをやってるじゃありませんか。我だって同じですよ。つまり大老財閥だって忍びを抱えているってことです。それぐらいちょっと考えればわかるはず。バカなのバカ。とにかく落ち着いてお話をしましょう。でしたらなぜ村雲さんは私に敵対心を持っているのですか。それは言えませんし秘密です。恨みというのは口から出た瞬間に薄れるもの。しっかり溜め込んでおかないと。恨み。私に恨みとは。もしや法王財閥と大老財閥の対立が原因なのですか。あら、いいところに目をつけましたね。確かにそれは当たらずとも遠からず。でも当たってはいないのも事実。私もあなたも今は忍びの身。親の争いで戦うのは筋違いだと思うのですが。だから当たらずとも遠からずって言ってるじゃありませんか。ちゃんと人の話を聞いているのですか、あなたは。え、これ以上我に議論の意思なし。さらば。言ってしまいましたか。結局私への恨みの理由は分からずじまいでした。それにしてもこのまま戦い続けていたらやられていたことでしょう。これほどの手傷を負うのは久しぶりです。みんなは大丈夫でしょうか。当然の評価ですね。やりました。新しい技をひらめきました。